あ、しまった。読み上げオンにしちゃった。どうも。こんばんは、ということで。あ、鏡餅どうも。あー、ということでね。まぁ、あ、ちょっと YouTube とか見せて遅れちゃったけど。ちょっと休んでからやり始めます。まあでもちょうど鏡餅も切り替わるタイミングではあったんだけど。あ、どうもこんばんは。ということですね。ヘズマリオに関してどう思いますか？いや別にどう思ってやりても別に知らないですよ。なんかあったんですかね。なんか青汁王子だかなんかの家にいなんかいてどうのこうのとかなんかそういうのはなんとなくしか知らないです。なんかヤフートップで見ただけなんで見出しだけ。別そこまで興味ないんで。うん。別にどうもあんま思わないし、てかそもそもそのどう思うっていう前にその情報があんま知らないし。あ、鏡が違う。奈良原くんはどうですか？いやだから別に奈良原くんも俺ほとんど配信見たことないから正直別にそこまであんま思わないですけど、ただまあやめても絶対戻ってくるとは思ってますけど、それは言ってるけどね。なんかリアル社会ではクズ人間のゴミ扱いされても配信では神扱いされたらそれは配信やってた方が居心地いいでしょっていう、生きていく上で居心地いい場所って人ってやっぱ求めますから。うん、居心地いい席と居心地が悪い席あってあなたはどっち座りたいですかって話じゃないですか。それは居心地いい椅子座りたいでしょ。どっち座れって言われたら、はい、ヘズマリオが家に来たら止めるって、いや止めないでしょ。そんな一人暮らしでも止めるのって相当だと思うし、ヘズマリオをね、うん、それしかも俺の場合一人暮らしじゃなくて、しかも実家だぞ。しかも止めるわけないだろ。あ、何わけわかんない質問してんの、さっきから。しょうもない質問だよね。くったらない質問っていうか、うん。今日は秩父地方は昼から雪。あ、そうなんですか。あ、そうなんや。うん。青汁止めてたらしいね。まあ別に人は人だからね。別に俺は止めないと思っても、世の中には止めるっていう人もいるんでしょ。それは人は人なんで。人それぞれ考え方とかは違うと思うんで。てかなんかさ、唇の両サイドがなんかこうかさぶたみたいになってて痛いんですけど、口開けると。あとなんか唇のとこが多分乾燥してカサカサなんだよね。うん、これは何なんですかね。口角炎、そうか、口角炎ってやつか。すっげえたまにあるんだけど、まあめったにないけどね。あと唇がもうカサカサでなんかザラザラっていうか、保湿保温保温ではないか、保湿乾燥してるからってことかね。やっぱ
全然してないですよ、そんなの、うん、いや保湿クリームなんて塗ったことないぐらいの、生涯で5回あるかないかぐらいですよ、ねうん、変色するとそうなる。まあ俺の食生活やばいからな、まあ、あと乾燥してるってのもあるんかもね空気がね、うん、あと最近ね飯本当に結構抜いたりしてたんで、ちょっと痩せようと思って、太っちゃうから。結構ね一日一食の時があったんでね、何日か、それで栄養足りてないみたいなのもあるんかもね、うんうん、鏡餅どう、今は何キロぐらい、わかんないです、測ってないですから最近、うん、ふうメンソレータムなんて家に置いてないっすよ、うん、乾燥が一番の原因だけど、感じた菌によるものもあるんですよ。なんかまともなものを食ってないのと乾燥じゃないですかね。知らんけど。うん。50キロまでは痩せれないと思うよ。さすがに。俺昔49キロだったんですよ。でもさすがにもう昔までは戻せないでしょ、うん、もう戻せないでしょそこまでは。いや今何キロか分かんないです、測ってないですもん全然。最近はもう最後体重計乗ったの1ヶ月前ぐらいじゃない。おせち料理なんか作るわけないだろうやっぱ、うん、料理しない人がそんなたね、料理しない人が普通の料理よりも手間かかるであろうおせち料理なんて作るわけないだろう。家でおせち料理なんてあのね作ったことなんて一度もないですよ僕ん家でおせち料理が出てきたことを、手作りの、あの僕35年間生きてますけど一度もないです。だって生姜焼きすら一度も食ったことないからね。生姜焼きすら手作りのを家で食ったことない。なんかあのあれだよ、あのスーパーとかの生姜焼きの惣菜だったら買ってきて食ったことあるけど、生姜焼きも一度も手作りのを家で食べたことないですから。本当にガチで35年間一度もないですよ。新年は何食べたんですか。まあ吉牛とか結構食ってましたかね。吉牛とか自分で行って、AKB が卒業発表とか、年商1242億円のアパホテル社長、現在の貯金額を明かすだって年商が1242億ってすごいけど、実際経費を除いた純利益っていくらなんだろうね。だってね、もちろん あれだってかか絶対ねかかるだろうにね、経費だってかかんないわけがないからね。
人件費とか、まああとはまあいろいろかかるよね。もうそんな言ったらきりないか。でもホテルってなんかそこまでなんていうの、あの他のものよりかはそんなになんていうの経費がかかるイメージはそこまでないけど、にしても投げ銭来ないな、本当に。あ、風船どうも。マジでやばいね。マジで本当に投げ銭来ないわ。本当に来なくなった。まあ先月とか先々月とかも結構厳しかったけど、今月は本当に来なくなったな。まあ今月ってもまだ大して経ってないけど、あと大して配信もまだしてないですけど、これはやばいな。大使いがちょっとかわいい、かわいいってか、こんなこと言うんだっていうツイートしてるな。すっごく久しぶりにメダルゲームやったら開始10分で大吉を使ってしまったようだ。だいぶ前からやっていたらしき隣の方がそれに腹を立てたのか、頻繁に機械を蹴り出した。だってせんなんまいとか何回も出たみたいな。久々になんか中本食いてえな。久々にさ、中本のラーメン食べたい。まあ久々っていうか、中本自体そんな食ってないですけどね。生涯で俺中本なんて10回食ってないと思うんですよね。7、8回ぐらいかな、今まで食った回数で言ったら。でも中本さ、近くの熊谷にできたからさ、いいんだけどさ、でも混むから嫌なんだよね、あそこ。混むから嫌なんですよ。空いてたらさ、もっと食いってると思うんだけど。なんか、時にはちょっと並んだりとかするし、並ばなくてもなんかもうぎゅうぎゅうだから嫌なんだよね。空いてる席でさ、落ち着いて食えるんだったらもっと行ってると思うんだけどさ。なんかみんな中本好きだよね。